加減近くのお墓建ててあげたくて、ほらあの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃない。だから無縁仏になってんだって。墓？うん。何あいつ死んだの？忘れた。静香さんの人生は静香さんのもんじゃなくなりますよ。ギリギリなんだよ。回らないものを無理くり回してんだ。これ私の顔じゃない。幽霊みたい。